はい、レオンチャンネルです。ウルトラマンデッカーの変身用ディメンションカード、フラッシュタイプ、ストロングタイプ、ミラクルタイプの基本3タイプが揃いましたので、今回は全部一気に鳴らしましょう。まずは基本形態のフラッシュタイプ。パワー型のストロングタイプ。スピード型のミラクルタイプ。いや、改めて聞き比べると全然違うね。ディメンションカードも比較してみると、タイプチェンジしてもおおよそのメット造形は変わんないんだけど、クリスタル周りが、フラッシュタイプが銀河になってて、ストロングタイプは炎というか宇宙の星爆発みたいな。ミラクルタイプは流星っぽくなってて、元々のプロテクター周りに配置されてる銀河的な要素はタイプチェンジしても各頭部とか胸周りに残ってるんですよね。プロテクターとかも全然違うしね。フラッシュからのストロングはちょっと宇宙が小さくなってるし、ミラクルタイプに関してはもっと流線形。これはソフビで見るとよりわかりやすくて、元々フラッシュタイプだとプロテクターが大きく胸周りにありつつ左肩まで伸びてて足回りはないんだけど、むしろストロングタイプだと左肩にちょっとと右足にアーマーがずれてるんですよね。その分胸アーマーがスッキリしたものになってて、ミラクルタイプに関しては一番アーマーの面積が少なめで、ただまた造形も変わってますし、装備も手が開いてますし、全体的にぬるっとしてますよね。ストロングタイプは胸筋とかいい感じに出っ張ってますからね。このようにタイプごとに結構見た目が違います。以上、ウルトラマンデッカーの基本3タイプチェンジの変身を鳴らしてみたの動画でした。